ビーチャシーコルベットは、ロシア帝国で建造されたスクリューコルベットである。後、一等巡洋艦に類別された。その構造上、ロシアで最初の防護巡洋艦であり、一方で砲を併用する最後のロシア製巡洋艦となった。後世の船体を持つ、ロシア最初の鋼鉄船の一つである。同系艦は、ネームシップのビーチャシとルイーンダノニで、 艦名は共に、先代のスクリューコルベットから受け継いだもの。19世紀末、ロシア海軍管轄艦長はほとんど全ての資金を、総工巡洋艦の建造に費やした。最初の防護巡洋艦となったのが、国産のビーチャ支給、コルベット2席であった。ビーチャ支給コルベットに対する設計要求は、1882年当時、海軍省長官であった。 イヴァン・シェスタ・コーフの見解に基づいて作成された。開示技術委員会では、レオニート・チェウメチュ・キン大役大佐と、1881年にサンクト・ペテルブルクで設立された、フランコ・ルース工場のフランス人代表技師、PK ・デュピビュイが中心となって計画が推進された。最終的に、この計画は、承認を受けた。2隻のコルベット建造に関する契約は、 1883年7月24日に締結された。監督官には、レオン GF 技術佐官が就任した。二席は1883年中にフランコルース、工場のガレールヌヨオストロボーク造船所で寄港した。その後、シェスタコーフは、コレベットの機関室とボイラー室上部に1から2インの構成甲板を追加するよう要求を加えた。 1883年12月10日には、この作業のための追加契約が締結された。船体重量増加の代償として、燃料の石炭搭載量の減少が余儀なくなり、その結果航続距離が減少した。計画の作り直しは繰り返され、内部配置や武装の数と後継は、幾度か変更を受けた。負担加重を減らすため、マストは、ロシア帝国海軍で、 初めて木製ではなく恒星のものが装備された。2隻のビーチャー支給コルベットは共に1886年には、巡航し、バルト艦隊へ編入された。2隻は、共にしばしば、太平洋方面の探索に使用された。1892年2月1日に、海軍で新しい類別が採用されると、ビーチャー支給は新たに制定された一等巡洋艦に、類別を変更された。 ビーチャ氏は1893年4月に海難事故によって沈没し、残ったルイーンダはロシア革命後に除籍、解体された。一番艦、ビーチャ氏の艦長として太平洋を探索したステパン・マカロフは、公用性はあまり良くなく、速力、機関出力ともに3000トンクラスの、非走高艦線に見合った、みじめなものであると評価している。ありがとうございます。